ねえ、マユシーはパーティーをしたいと思うのです。パーティーですか？こんな時にパーティーなんて、そんな言葉自体聞いたのも久しぶりだっていうのに。こんな時だからじゃないですか？え？こんな時だからこそ、せめて表面上だけでも明るく振る舞いたい、そう思っているのでは？非論理的だわ。そうですね。でもあえて非論理的な行動をとる、それこそが人間なのではないでしょうか。アマデウスのあなたに言われるようじゃ私もおしまいね。それで先輩はどうするんですか？お誘いを受けているんでしょ？答えられないようですね。では質問を変えましょう。岡部さんたちは今どうしてるんですか？彼らならパーティーのメンバーを集めるって古い知人たちに当たっているみたいよ。なるほど。パーティーは賑やかな方がいいということですか？つくづくわからないわよね。オカリンさん、よかった。ご無事で何よりです。君たちもな。ユキさんや橋田さんたちはなんとか元気でやってる。二人は今一緒に生活してるのか？あの戦争で私は母を、ふぶきちゃんはお父さんを、それで家族同士協力し合おうって。すまない。いえ、こちらこそごめんなさい。それでお話というのは？これを読んでくれ。これは招待状だ。ダルとユキさんの結婚式の。戦争の間やってやれなかったからな。結婚式？こんな状況でですか？こんな状況だからこそだよ。え、待って、これって。しっ、どこで聞かれているかわからない。こんなことできるんですか？やるつもりだ。だから君たちにも出席してほしい。これがどういう意味かはわかるはずだ。ごめんなさい、これお返しします。私たちには無理です。中瀬さんも？すみません。そうか、わかった。残念だが無理強いするわけにはいかない。今日は会えてよかった。二人とも元気で。あ、そういえば中瀬さんは以前脳炎にかかっていたんだったな。あれ以来検査を受けたり呼び出されたりは？え、あ、いえ、あれからは特に。そうか、ならいいんだが、もしまたあの件を理由に呼び出しを受けることがあっても応じない方がいい。あ、はい。それじゃ俺はこれで。また。あの、オカリさんはこの後どうするんですか？ルカ子の行方を探そうと思う。柳林神社も戦争で破壊されて、あいつが今どこにいるのか。ルカ君の居場所なら私わかります。本当か？はい、確か千葉のお寺に。来島さんが言っていたのは確かにこの寺だが。はい、どうぞ。暑いですから気をつけてくださいね。あれは？お腹すいたでしょ？どうぞ、しっかり食べてください。ルカ子か？え？久しぶりだな。まさかここにいたとは。岡部さん、まだ夢でも見てるみたいです。まさか岡部さんに会えるなんて。俺も驚いた。ここは確か。はい、以前かがりさんがお世話になっていたお寺です。
と言っても新政府の発令で宗教施設としての活動は禁止されて、今は家をなくした人たちのための避難所になっていますが。その家族は？父も母も姉も一緒にここを手伝ってます。なんなら呼んで。あ、いや、無事ならいいんだ。それよりも話を。あのルカ子、お前この手豆だらけじゃないか。どうしたんだ？もしも、もしもあの時僕にもっと力があったら、頼られるだけの、守れるだけの力があったら、そうしたらまゆりちゃんや鈴葉さんを守れたかもしれないのにって。岡部さんには先盛りって言われてたのに、僕は何もできなくて無力で、そのことがずっと悔しくて情けなくて。まさかお前。素振り、今では1000回以上はできるようになったんです。だから今なら前よりもずっと役に立てます。岡部さんの、みんなの役に立てますから。だから、待ってくれルカ子。今日はパーティーの招待に来たんだ。パーティー？